捕まえた。はい、こんにちは。こんにちは。こんな感じです。シーズン2第11回でーす。やったー。フドフドフドフ、バン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 。今週もこんな雰囲気で行くんですね、はい、息踏んでね。なんかちょっと毛色が変わってきた。やけくそじゃないよ、うん、なんかもうちょっとどうですか最近皆さん。どうです、もう春のあれを感じながら。私はですね、うん、そろそろ皆さんが花粉症が終わった時期でしょう。、はい、やってきました、私の花粉症のシーズンが。なんだろう、あ、そう、豚草だっけ、なんだ、豚草、ヒノキも入ってるのかな。豚草、今ヒノキがねなんか大変らしいですけど、どうですか皆さん。今なんかもうだるいんだよね。また出た。いやいや、多分花粉のせいなの。花粉のせい。いやいや、まあ春だからね。春はほら、春は眠いよね。春眠ってこう、そうそうそう。昨日だった。昨日だってあれだよ。9時半に寝て今日7時過ぎに起きてるから。よく寝れるね。うん、疲れてんじゃん。私あれだ、昨日4時に寝たの。え？寝たくなくて。そういう時あるでしょ。寝たくない。寝たくない。今日寝たくない絶対みたいな。寝たくないね。寝たんだけど4時に。そうなんだ。で今日午前中のリハ行けるかなと思いながら、うん、寝たけど来たね。来た。あ、そう。ちょっとクマあるけど。うん、あ、そうなの。そうですか。あのね、こうやってみんなこうスワイプしてこう、よチェッキラーで、チェッキラー。昭和だね、チェッキラー。まあいいや。はい。キラキラしてる。キラキラしてますよ。ね。はい、びっくりだわ。みんな それぞれいろいろあるんですね。そうですね。ね。うん、じゃあ、はい、今週のお便り行ってみましょう。イエーイ。ズンズク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 。相変わらず、はい、あの遠くじゃないと読めない、ね、はい、老眼。老眼イエーイ。100円ショップで持ってますよ老眼鏡ね。便利な世の中になった思った。さあ行きます。渡るさん、小島さん、あつこさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。渡るさんの苦手な曲、うん、とても気になります。これ結構今推理がいろんなところで、そうね、もうしばらくは渡るの苦手な曲当てよう、うん、マンスリーじゃなくて何ていうのかな、週刊。はい、週刊。渡るさんの苦手な曲とても気になります、うん、自分でこれかな、この曲かななんて思いながら考えながらビードさんの曲を聴いています。お、すごい、あの、なんていうの、いい聴き方じゃないね。いい聴き方じゃない、うん、これ苦手なんじゃないのって思って。そうだね、嫌だな、もっと心を無にして聴いてもらいたいもんだよな。無にしなくていいか。考えながら曲を聴いていくのもとても面白くて一人で楽しんでいます。あ、なるほどね。なるほど、はいはい、うん、でなんとなく自分なりに予想をしてみました、はい、その曲をリクエスト、はい、スウェストウェスト恋とガラクタ、違うかな。笑い笑い、ね、はい、追伸、はい、送りたいという気持ちが抑えられず、うん、何通も送ってしまっております。すいません。いや、いいんですよ。いいんですよ。何通でも、ね、はい、ビードネームタマラッピーさんからでした、はい、ありがとう。いつもありがとう。ございます、はい、恋とガラクタ、はい、ブブブブブ全然苦手じゃないこれは。あ、そう、これ小島ちゃんが作った曲、そう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 、 なんですけど、うん、これすごい歌いやすいの、実は歌いやすいの、キー的にも、うん、そうか、そうなんだよ、そうそう、だからね全然苦手じゃない。あの、小島ちゃん、うん、曲作るときって自分で歌って作るの？自分で歌って、うん、最初は何にもないところから歌って、うん、で何にもないところから、そうそう、何も楽器も持たずに、うんうん、鼻歌だけ歌ってふんふんふんって、で、鍵盤があるときはこれ鍵盤で弾いたらどうなるかなみたいな感じで、うん、ギターで弾くとどうかなみたいな感じで、うん、そう、あのね、ギターで弾くのと鍵盤で弾くのだとコード感がね、こう、うん、癖が変わるから、コード感がすごい変わって面白いんですよ。う、ね、そう、豆知識、ね、うん、はい、でうね、結局シンプルにいって、しかもこれ、あの、一番高い声は渡るはこんぐらい出るからっていうのを考えながら、うん、まあ、いつも作ってんだけど、すごいね、うん、すごい、すごいでしょ。そんなこと考えたことないよだから、ね、小島ちゃんの曲は基本的に歌いやすいです。
っていうことは私ヒント私そんな音域とか考えないからなんとねじゃあ今度考えて、うん、このリズムでこの音で あそうねこのハーモニーでいくよってそうそうそうでなんか 歌いなさいみたいな感じで、うんまあ、それはヒントといえばヒントだけどね、うん、そうそうまあもしかしたら自分の曲かもしれないしでもそう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 、うんね、自分はなんか作るときこれいけるだろうみたいな感じで作るんだけどいけないときは結構あるから、うん、あそうなんだうんそうそうそうだから、うん、なんだろうなあの人小島ちゃんが作った方が歌いやすいかもしれないねこうあんなねボソって歌っていい曲だっていうのと、うん、実際にバンドで合わせて声張った時にあれもっと出るじゃないとか意外に出ないなとかってあるんですよね、うん、ある家とスタジオでもね声の出し方が違うからね、 違うからね、うん、全然もっとキー高くできるわとかねそう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 、うん、そういうのもありますねそんな感じで作りましたよ、はいはい、じゃあまあ不正解ということでやりましょうか正解が見つかるまでこれは続くのかないやいやよしでは恋とからこれ 何に入ってんのサンシャインじゃないよねこれサンシャインですサンシャインですもうなんかサンシャインもだいぶ古いアルバムになってそうですか2000だって何年あれ2018年、うん、ようやく我々も今年ねレコーディング入りますから楽しみにしといてください楽しみにしといてくださいではサンシャインから聞いてください恋とガラクタ She
ピーさんありがとうございます。ありがとう。また来週はあるのかな。これ来週もあるんじゃないですか。来週はもしかしたら一人増えてる可能性が、さよなら。次は12回。